建築デザイン専攻の松本です。建築をデザインするということは、デザインというのはですね、建築の外の外観の、形を決めたりインテリアを決めたりするということだけではなくて、デザインそのものは設計という言葉に訳されたりもします。ですから、建物のその、意匠というデザインという意味だけではなくて、全体のその建物の在り方とか、それから、いろんなことがこう関わった上でのですね、建築の作り方みたいなものを総合的に決めるというのが建築のデザインだということです。で、現代で建築のデザインをするということはですね、ここからまあ2世紀ほど遡りますと、まあ19世紀以降、建築のデザインというのはまあいろいろこう変わってきたわけですが、特にですね、19世紀の産業デザインが起きたときに、建築の作り方というのは大きく変わりました。大量生産、それから大量消費、そういうことをベースに、爆発的に、建築物が大きくなったり、材料とすれば鉄、ガラス、コンクリートみたいなものを作ってですね、従来のそこまでの建築の作り方とは違うものが、出来上がってくる時代がやってくるわけです。でその後に、モダニズムの時代といいますけど、20世紀に入ってくるとですね、建築の作り方というのはこれがまた少し変わってきます。で特に建築家というのが20世紀には現れてきて、有名な人で言いますと、フランスのル・コルビジェとか、それから、アメリカ、ドイツですね、ドイツとアメリカのミース・ファンデル・ローエ、それからその後には、アメリカでルイス・カーンというような人たちが、20世紀には建築家として出てくるわけですね。でその建築家が出てくる背景というのがありまして、これは社会全体の要請されて出てくるという形が大きくて、とりわけですね、その日本でいうとその、戦後、戦争が終わった後に経済成長という中で、建築の作り方というのがまあ決まってきたりするわけですが、やはりですね、その社会全体が一つ その、価値観とか、そういうものをこう、共有すると、そういう時に巨匠といいますか、建築家というのが出てくるわけですね。でそれが先ほどお話をしたような3人の建築家が出てきたりするわけですけども、その時はそういう建築家が、全世界の建築をリードするような立場になってきます。で特にコルビジェ、ル・コルビジェであればですね、芸術的な建築も作りましたが、とりわけその、建築家としてですね、いろんな本を出版したり、それから、いろんなこう、建築のですね、デザインを広めていったりするということをたくさんやるわけです。で一方において、ミース・ファンデル・ローエという建築家はですね、現代のその建築の一つの、ステロタイプというか、スタンダードなタイプで、例えばその都市の中には、ガラス張りのオフィスみたいなのがありますけども、あれをこう、一番最初にですね、大きく広めていった役割というのはミース・ファンデル・ローエという、そういう建築家なわけですね。でその後にルイス・カーンという建築家が出てきますけども、今度はそのモダニズムの建築というのが、20世紀にこう広がってきたときに、新しいデザイン、新しい空間みたいなもの、その空間の質を取ってくるような建築家が出てきたりします。その後はますますですね、現代に至って21世紀になってきますけど、より建築のデザインというのが、多様化し始めます。これはですね、建築というのがそもそも、その時代の、時代を背景にしたり、それから場所みたいなものが大きくその建築に、影響してくるわけですけども、その価値の多様化ということがですね、21世紀の建築も決めてきている。イコールですね、その、巨匠が作った建築とは違った形で、いろんな建築家がいろんなデザインを世界中でやり始めるという、そういう時代になってきます。でモダニズムの建築、先ほど のコルビジェの時代、それからミースの時代というのは、いわゆるですね、ハードエッジといいまして、その直角の美学といいますけども、例えばこう箱、コンクリートの塊みたいなものでですね、非常に形がはっきりしたものっていうのが出てくるわけですけども、特にですね、これ21世紀になってくると、その形が少し変わってきます。背景にはコンピューターの発達ということがあるんですが、非常に形がですね、シンプルなところから複雑なものへというふうに変わってくるわけですね。そういうことも相まって、建築のデザインというのは非常に多様化し始めている。でこれは先ほど申し上げたような、その建築のデザインだけではなくて、社会全体がこう複雑化する中で、その中で建築、求められる建築というのも、デザインが変わってくると、そういう背景に、建築というのが出来上がってきているということですね。それでは20世紀の建築なんですが、最初にル・コルビジェの建築を見てみたいと思います。コルビジェは白い建築を作り始めます。でこれは一つはそのハードエッジということもありますけども、5つの近代建築の5原則ということも話をしてですね、建築の作り方が従来のそれまでのものとはもう全然違った新しいものとしてやっていきます。
で建物は、ピロティということで、地面から宙に浮き、それから水平の連続窓ということで、重力からこう解放されたようなデザインになってくる。それから真っ白な抽象性を、伴ったような建築のデザインになってくる。これがコルビジェの建築です。他にもミース・ファンデルロイという建築家はですね、アメリカのニューヨークの中心で超高層ビルを建てました。でそれはですね、まあ、現代の建築都市の中でもまだ中心的な形ではありますけども、ガラス張りの超高層ビルですね、それの一つの本当になったようなものを作っていた。でこれは全世界に広がっていったというような形のものを作った人がミース・ファンデルロイです。それから、1970年代ですけども、フランスではですね、ポンピドーセンターという美術館が出来上がります。でこれはまあ従来の建築とはもう全く違ったもので、美術館というのは、まあ、従来はこう閉鎖的で、中にこう閉じ込めたような建築でありましたけども、全て中のですね、構造とか設備とか、それからエスカレーターみたいなものがですね、全て外に出てくるわけですね。でそういうふうにして建築というのは、20世紀の最後の方になってくると、まあ、時代の変わり目と同時にデザインが変わってきます。20世紀末にですね、20世紀後半にデザインの変化が起きてきたのは、これはやはり社会全体の変化だと思います。まあ、日本でオイルショックというようなものも起きましたけども、60年代ぐらいまではですね、経済成長のもとに全世界が資本主義とともにですね、大量生産、大量消費を続けてきたわけですが、これが70年代以降、物の価値が変わってきます。で、建築に求められるものも変わってきたということですね。日本では例えばですが1968年というのが一つの、まあ、区切りとして、ね、よく語られることがありますけども、やはりですね、建築もそのあたりからデザインが多様化し始めると、そういう時代になっています。で、21世紀になる と、今度はですね、建築が環境との関係性を、まあ、いろいろな形で調整し始めます。で、先ほどのコルビエの建築がハードイジであったとすれば、同じ箱でボックス型で作った建築であってもですね、それのエッジがはっきりしてこない、そういう建築のデザインが出てきます。例えば日本で言いますと瀬島和代さん、それから西沢隆英さんという建築家で、サナーというグループがありますが、その人たちがアメリカのニューヨークで作った美術館はですね、箱がこう積み重なったような建築になっていますけど、全てそれはエッジが出ていない、そういうデザインになってきたりします。それからスペインのビルバオで作られたアメリカの建築家であるフランコ・ゲーリーの建築なんかはですね、一見しても形は全然こう分かりにくい、非常に三次元的で、まあ、金属のメタリックな形態で出来上がっています。これは全てコンピューターがないとですね、実現しなかった、そういうデザインだということですね。20世紀の建築はですね、建築として一つの単体がその都市のコンテクスト、まあ、これ文脈と言いますけども、その中で、単独でこう立ち上がるようなそんな建築でよかったわけですが、これ21世紀になってくると、その周辺の、環境と調和し始める、もしくは、その建築のデザインが独自で、まあ、主張されてもですね、どこかでこう馴染むような形であるとか、まあ、そういうものを意識、建築家が意識し始めるという、まあ、そういう時代になってくるわけですね。以上を見てきたようにですね、建築のデザインというのはその時代を背景にしたり、それからそのどこに立つかというその場所に関係を大きくするわけですね。ただまあそれに限らず、パラメータという言葉があります。日本語で訳すと媒介変数と、ちょっと難しい言葉ですけども、それは例えば、建築の法律、法規であったり、それから経済であったり、政治であったり、それからもっと言えば、哲学とか思想とか芸術とか音楽とか、まあ、そういうもの全てがですね、その建築にこう関わってくる人、いろんな要素として、媒介変数として関わってきます。でその全てをですね、どこかと体系化すると、では建築の新しい作り方がルール化されるかというと、全くそれはなく、そうではなくて、これはその時代をですね、生きているその建築家が、何かを感じながら、もしくはその時のそのパラメータをどれかを採用しながら、それを全部こう、混ぜ合わせながらですね、全体像を作る。でその中に新しい建築が出来上がってくるということだと思います。新しいこれからの建築はですね、まあ、一つの技術ということで出来上がっていくのではなくて、いろんなですね、領域にまたがるようなものが、新しい建築になっていくだろうと思います。まあ、当然そのコンピューターというのが背景になってですね、いろんな新しい建築のデザインにこうつながってくるわけですけども、まあ、それを使いこなす建築家とか、それから設計者という人たちは、よりいろんな分野とかいろんな領域に、興味を持って、でそれを、建築として現実化していくというような人たちが、世の中から求められてくる、そういう時代になるんだろうと思います。
建築はですね、特に設計のお話をいたしますけども、その建築だけではなくて、いろんな領域に関わるということはですね、建築を一つベースにして、これから例えば仕事をやっていこうとすると、いろんなことにこう興味を持たざるを得ないし、それが自分の一生の問題にも関わってきます。で、例えばこれは映画とか、それから音楽とか、それから他の芸術の分野でもそうですし、いろんな形でその世の中にこうやっていくことっていうのはいっぱいあると思いますけども、とりわけ建築というのは、一生やり続けてもいい面白い、職業だと思いますね。新しい時代の建築や都市を作るのは本当に皆さんだと思います。ぜひ建築学部にやってきて、一緒に建築をやっていきましょう。